し、そんじゃな、かっこよくビシッと初陣決めてみせるぜ。ここで早手のように立ち去るってのもありといえばありかな。かっこよくない？それはただの通りまではありませんか？おっしゃる通りです。俺は待ってくれ。確か神明とは比するものだったよな。うん、分かってる分かってるぞ。俺、神明は大事だからな。マスターであったとしても迂闊に明かしてはいけない。いや、しかしあえて我が神明を解放する。やってやるさ。いやー、すっきりしたな。なんか秘密を2つも3つも抱えているのってかっこ悪いし。また面倒なことが始まった予感で、あのイケメンもどきはどなたです？おう、天下御免の遍歴騎士シャルル・マーニュってのは俺のことだ。気楽にシャルルって呼んでくれてもいいぜ。いや、むしろそう呼んでほしい。そうかい、来やすいのは助かるが、なんだ調子が狂うな。そうか、俺の性格は変えようがないが、それであんたの調子が悪くなるのは、すまん、どうしようもない、慣れてくれ。俺には俺の美意識があるのさ、そこだけは譲れねえ、たとえマスターでもな。まあかっこいいかどうかってだけだが。ここが先輩のローマ、ここがセラフか。うん、デジタル&クラシック、なかなかかっこいいじゃん。貴様、突如ローマを褒めるとは何事か。褒めて使わず。褒めるんかい。ローマか、かっこいいじゃねえか。まあでも服のセンスは悪いな。貴様、世の逆鱗に触れたな。触れたな。奏者よ、ここにいたのか。貴様、シャルルマーニュか。ここで何をしている？っていうか、矢を差し置いて二人でお散歩デート？ずるいぞ、それはずるいぞ。別に二人で散歩してりゃデートってわけじゃねえだろう。なーに、新人サーヴァントとしていろいろと教えてもらいたいことがあったのさ。俺は未熟だからな、こうしてマスターと一緒じゃなきゃ戦う勇気もなくなっちまう。戦場でかっこ悪くはなりたくないから、こうやってかっこよくなるためについて回っているのさ。そら、俺たちのマスターは世界一かっこいいだろ。無論だ、世の奏者はもう超超かっこよいぞ。万の文字に記しても飽き足らぬほどにな。だろ、だからさ、そのかっこよさを分けてもらってんだ。じゃあ行こうぜマスター。二人がやけに親密に見えてしまうのは気のせいか。しかしシャルルは、おお、あれが噂に聞いた太陽神スーリアの子、不死身のランサーカルナか。すっげえ、キラキラなのに漆黒で、真っ白なのにダークだ。かっこいい、ひたすらかっこいいぜあいつは。シャルルは語彙力が低いな。力持つ存在には正義務が伴う。俺にはそもそも無抵抗など許されない。そして何より、抵抗する俺はかっこいい。アルジュナ、インド神話の大英雄じゃねえか。遥か東方の神話に登場し、無数の侵略者を打ち砕き、正義をなし悪王を倒し、民に平穏をもたらした英雄だ。いいなことを。血はこれから流れるもの。我が鮮血神殿に立ち入ったあなたたちの。やめとけライダーの姉ちゃん、俺の血は煮えたぎっていてな、やけどするぜ。今のは、すいません、忘れてください、ちょっとカッコつけました。私もです、偉大なるシャルル・マーニュ、高貴なるフランクの王にして。あー、待った待った、その話はなしにしてくれ。ガウェイン卿、
今の俺はただのサーヴァント、ただの小僧だ。むしろ俺の方があんたを先輩って呼ばなきゃいけない立場でね。はあ、わかりました。御身がそれをお望みなら。新加入したセーバーもかっこいいよな。まさに理想の騎士って感じだ。見た目はそこそこですけど、どこかぼんやり薄葉カゲロウのような。薄葉カゲロウってどんなだよ。まあいいか、とりあえずやろうぜアネゴ。たまもの、アネゴだよな。助言サンキュー、アネゴサンキュー。そのアネゴっていうのやめてくれません？私に年上のイメージがついてしまうんですけど。やったぞ、あんたかっこよかったぜバーサーカー。かっこいい仲間が増えた。円卓の騎士と無名の英雄、いいな、実にいい。あんたはいつでもかっこよくあろうとしてるな。無意識だろうけど、そりゃいいことだ。俺も一緒さ、なあマスター。こりゃとんでもない数だな。いや、まったく。これで完全勝利してしまえば、俺のかっこよさもレベルアップするってもんだ。セイバー、もう少しだけ状況を理解してもらえないかね。理解してるさ。後方には婿の市民、逃げ場のない黄金の都ローマ、こちらはそれを守る騎士団だ。戦争に大義名分なんてまずないけどな。非武装の市民を守るってのはそのごくわずかな例外だ。俺たちは勝たなくちゃならない。これほどかっこいい騎士の戦場があるかい？分かっていればいい。勝ったりいいけど、守りきったってのはかっこいいだろ。そういうことだアーチャー。神明はこちらにもアーチャーがいる。緑のアーチャーとは呼ばれたくねえだろ。いや、そんな天ぷらそばみたいな名前はちょっと。私もキツネうどん呼ばわりは避けたいな。しかし、まさか名高い騎士にお会いできるとは。ガウェイン卿に続いてこいつはかっこいいぜ。騎士？誰が？ロビンフットってのは騎士ロバート・ロクスレーの変名と聞いたんだけどな。違うのか？いいなマスター、あんたのところに集まってくる英霊はかっこいいやつばかりじゃねえか。きっとあんたがかっこいいからだと俺は思うな。へえ、あれが伝説に名高いケルトの光の巫女か。太陽神ルーの子にしてアイルランドの大英雄。するとかの槍が魔装ゲイボルグってわけだ。なんだ若いの、俺のファンか？ノリア、俺の戦いが終わったら俺はっなんさちくしょう、かっこいいぜあんた。へえ、あれがかつて征服王イスカンダルと世界の覇を競ったペルシャの大英雄か。知ってる知ってる、書で読んだ。ダレイオスの大軍を破り、イスカンダルはバビロンの城門を手中に収め、いよいよ世界制覇に王手をかけたってな。あんたはかっこいいが、今の状態はダメだぜ。あんたがダメって意味じゃねえ、ペルシャの覇王。あんたを取り込んだどこぞの大帝野郎がかっこ悪いって話だ。身だしなみはきちんとしているか？せめて生きているうちは着飾る方が楽しいぜ。黒コートとか特にかっこいいからな。空を飛べば雷よりも速いが、走ると子猫より遅い。友のためなら月へも飛び立ち、理性を蒸発させて帰ってくる。およそ天下に英雄豪傑数あれど、騎士アストルホより面白いやつはまあいない。かっこいいバカだ。イングランドの王子にして巨人殺し、フランク王国にその名もパラディン、それがお前だ。疑問系はやめろよ。ああ、お前らと一緒ならいつだって楽しいさ。けどな、今のお前はあんまかっこよくねえぞ。しゃっきりと目覚ませ。やっほー王様、これからマスターと一緒に出撃ですか？おう、かっこいい王様なのでかっこよく出撃だ。かっこいい出撃ってなんかあるか？やっぱりスーパーヒーロー着地とか。
ほら、両足と片手で着地するあれ。腰が痛そうなんだよな、あれ。あと剣持ってると危なくねえか。何言ってんの王様、かっこよさと危険性とどっちが大事なのさ。そりゃお前かっこよさに決まってんだろ。そうだろ。だったら君がやるべきことは何だ。今すぐ練習だ。よっしゃ、一丁飛んでくる。じゃあマスターはここで待っててくれ。よし、鳥になってくるぜ。まさか本当に飛ぶと。まあまあ、喧嘩は後でしようぜ。ロビンフッドだろ。それなら俺でも知ってるメジャーどころだ。村を守り、森を武器にし、悪逆なる領主に一杯食わせたかっこいい英雄だ。まさに騎士道ここにあり。ああ、かっこよくありたいね。切実にそう思うよ。結末がどうであれ、かっこよければ全てよしだ。